どうも皆さんこんにちは、キンタンです。今回からこちら Days Gone 始めていきたいと思います。まず、僕はこれ初見ではないですけれども、この実況チャンネルをね作る前にやらせてもらってて、もう本当にストーリーも重厚で、すごい心を動かされたというか、皆さんに紹介したいっていう気持ちもあるんですけれども、僕自身もねもう一度やってみたいっていう気持ちがすごく強かったので、実況シリーズもう一回作っていきます。よろしくお願いします。早速始めていきましょうね。これ前回のデータ残っちゃってるみたいなんで、新しいゲームですね。やっていきます。難易度はイージーでやっていきます。世界観を大事にしながら、あんまりね、こう難易度の部分で困ることなくプレイしたいので、イージーで進めていきます。なんか暴動みたいな起こってるね。熱が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ。バカみたい。あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえガキだ。おい、手を貸せ。よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。ゾンビが押し寄せてきてんねんな。屋上に行ってヘリを探すぞ。おい、助けてくれ。怪我をしてる。彼女どうしたんだ。怪物どもにやられたんじゃない。刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ、聞いてくれオブライアン。早く病院に連れて行かないと。このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おい、なんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ、分かったよ。でもヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。修羅場やな。分かった。おい、手伝ってくれ。この主人公ディーコンの奥さんがこのサラですね。安心しろ、大丈夫だからな。捕まって、すぐ戻ってくる。ここで別れてしまうわけやな。よし、ブーザー、早くヘリに乗るぞ。待て、早く乗らないと。聞こえてたぞ。あと2人しか乗れねえんだろ。ほら、さらと行け。心配すんな。こんな傷へでもねえよな。そうだな。ブーザーはいい相棒やね。もうすでに鳥肌立つわ。面白い。スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ。サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。これを持っててくれっつって。後で返してくれ。乗るの？約束やな。乗らない。ディーグ。切ないわ。切ない。お前、何やってんだ。なんでやろ。ちょっと涙出てくる。2年後。過去の話やね、今のはね。もう何でかわからないけど、ゾンビがたくさん生まれてしまって、滅びてしまった世界の中で、どうにか生き延びてきた、ディーコンと、ブーザーっていうお話ですね。始まりはそこから始まります。僕もね、後半はそこまで覚えてない。序盤だけちょっと覚えてるかなっていう感じなんで。かっこいいな。見失った。近くにいる。またエンジンを切れ。生きてるぞアルバレス。
かりしろ。アルバレス、何があった？これはドイツにやられたリッパーどもか。アルバレスは仲間やね。でリッパーっていうのがゾンビのことね。レオンにやられた。あの野郎。多分レオンっていうのが裏切り者の仲間みたいな感じだよね。行きますか。操作覚えてるかな。チュートリアル出てよ。はい。あいつで加速。はいはい。基本的な移動しなバイクなのよね、これね。バツを押しながら押ししてくるんですよ。あ、ニトロやね。立ち上がれてね。撃ってきてるやん。くそ。撃ってきやがった。ここでバイクの操作をある程度覚えろっていう感じでね。お、そっち行く？俺も行く？うい。すごいね。なんだ、こういう荒廃した世界からもう、車とかじゃ移動できひんやろね。だからバイクが便利やと。そういうことで、おーおー、ブザすごいな。すごい飛び方すんな。うっ。多分目の前にいるのがレオンってやつやね。悪いやつやな、あいつは。まあ、なんか裏切ったんかな？確かそうやねんね。なんかいろんな派閥があって。お、ブスト。クズ野郎め。当たったぞ。おい、待て、あの野郎。バイクを捨てやがった。お、マジか。今のこの世界にもいろんな派閥があって、なんかその世界の中でこういろいろ関わりながらこう旧友が出てきたりとか、まあ、新しく関わる人がおったりとかで奥さんを探す物語ですね。エンドタイム。よし任せろ。しまえ。あっちだ。行くぞ。追跡。R3 を押してサバイバルビジョンを発動すると手がかりや周囲の情報が見える。こんなとこに逃げやがって、フリーカーにやられてえのか。あ、これやな。もしかしたらキャンプに行くつもりねえのかもな。いや、レオンがブツを売る相手はコープランド以外いないだろう。コープランドっていうのはその一つの派閥のリーダーの名前ね。おお、ちょっと待て。手がかり。サバイバル時の発動中は向いてる方向に手がかりがあるとワイヤレスコントローラーが振動する。あー、振動切ってたな俺。そういえば、あるね。何かあったのか。見つけたぞ。あっちだ。逃げてた。後が新しい。お前はどこで追跡を覚えたんだ？ガキの頃よく親父と狩りに行ってな。何キロも鹿を追ったもんだ。そうそう、このディーコンがすごい追跡能力があるのよ。一応そういう設定とか、まあそれが結構ストーリーでも生きてくるのよね。だからそのサバイバルする、サバイバルで行動するのにすごいこう、向いてる人材っていう風に、描かれてます。ここかな？おった！あの野郎！はい、玉切れ。よし。追いかけなあかんね。おい、大丈夫か？ああ、ちっとかすっただけだ。あんな奴の弾でやられるかよ。くそ、あの野郎。だから大丈夫だ。滝の方に降りてったに違いない。しかも相当出血してる。すぐに追いつくだろう。うわ、大軍や。調べろ。すごい血だ。失血ってのはかなりの激痛らしいが、お前はよく知ってるよ。アルバレスはまだ生きてたぞ、クズや。あいつに使う弾がもったいねえだろ。おっと、ちょっと待ってくれ、ブーザー。レオン、ブーツをどこに隠した？おとなしく言えば。てめえと違って人思いにやってやる。迷ってる時間もなさそうだ、レオン。奴ら血の匂いを嗅ぎ取ってすぐにここまで来るぞ。
生きたまま食われるってのはどんな気分だと思う？なあ、生きながら引き裂かれるのはすぐにわかるぜ。草山へ。そうか、アバよ。いや、待て。わかった、わかったから。あれはここにある。これはこの世界ならではの交渉やね。どこだしたよ、あの古い墓地の中だ。ありがとうよ。おい、待て。でもこれが優しさなの。やれよ。このまま置いていかないでくれ。早くやれって、この嘘つき野郎め。やれ。こいつを証拠に持ってけ。あれでよかったんだ。あそこで見捨ててたら、あのクズと同じになっちまう。せやねんな。で、あのゾンビに引き裂かれて死ぬっていうのは、もう死ぬのは分かってるけれども、ゾンビに引き裂かれて死ぬのはほんまに辛いことやから殺してくれっていう、そこで殺すっていうのは本当に優しさやねんな、一つのな。まあ敵ではあんねんけどね。で、あれが情けやわな。おい、待て。この辺に傷の手当てに使えるものがないか探してみる。あ、なるほどね。使えるな。サバイバルホイール。これかな。クラフト。あとはこいつらを合わせて、よし。あ、なんか操作思い出してきたね。まあ、はい、これでいいだろう。よし、とりあえず腕を失わずに済みそうだな。あ、やっと出してきた。ロックされてたんか。今夜は狩りに出て少しは稼ごうと思ったが、この雨じゃきついだろう。でもクレジットを貯めて必要なもん買わないとな。はあ、そうだな。でも早めに帰るぞ。まあ、クレジットってのはお金やね。くそ、体が重いな。そのゾンビを倒すと、あのその耳を取って、その耳がお金に変わると。まあ、言ってゾンビを殺すってことは、まあ、この世のためのことをしたっていう、そういう世界観やね。レオンのバイクに何かないか見てみる。ああ、嘘だろ。なんだ、あの野郎。おめえバイクで漏らしたのか。ガソリンだ。レオンの野郎、燃料ポンプを打ちやがった。ああ、撃たれたんだ。やつのバイクの部品は。こりゃダメだ。仕方ねえ。ウリアリーさんに戻るぞ。朝になったら部品を持って戻ってくりゃいい。オリアリーザンっていうのが二人のアジトの名前やね。いや、朝まで待たなくても部品ならすぐ見つかる。あ？うん。あ、クレイジービリーがここから近い。そこに寄ってこう。何考えてる？もともと狩りをするつもりだったろ。あそこなら部品も手に入る。冴えてるな。まあ、バイクの部品も現地調達やわな。レオンに何渡された？なんかの地図みたいだ。バイクを回収したら墓地に行って調べてみるか。ああ、だな。なあディーグ、明日タッカーに薬を届けてレオンの賞金を手に入れたら北に向かうってのはどうだ？北に行けば何か変わるってのか。さあな、とにかく俺はここを離れてえんだ。せな、その離れたい理由っていうのもブーザーらしい優しい理由やねんな。見ろ、道が塞がれてるぞ。気をつけろ。何日か前にも同じようなことがあったが、リッパーどもがトラックを使って道を塞いでたんだ。こいつを動かすぞ。違うわ、リッパーっていうのはゾンビじゃない、間違えてる。リッパーっていうのはなんかこの世界の中、こういう世界になったからこそ生まれたなんか宗教的なヤバいやつだ。薬とか使うやつ。そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。ちょっと頭いかれてるやつだよね。車両押す、四角を流し、はい。いいか。ああ。多分出てくるんで。リッパーではないと思うけど。なんかこう、山賊的なやつ出てくるんだよ。あ、来たな、来たな。お、うわ、ボケ。来やがったな、お前ら。やばい、何か、流しか。
R2 で格闘技。おおお、強い。ディーコン強い。ターゲット切り替えるには、狙う敵の方へ L を押しながら R2 を押す。よいしょ、ここを決めてロール。あ、すごい。チュートリアルが高品質。よっしゃあ、こうやな。おい、ザコどもめ。行くぞ。あと少しだ。アイテムとか取れへんのかな。まあ基本サバイバルやから、アイテムつってもこう集めてどうにかするみたいなものあんまりないのよね。物を作るためにこう集めてひたすら消費していくみたいな感じのゲームだよね。乗る？はい、行こうぜ。もう荒れ果てた世界やね。ネロの検問所を通るぜ。じゃあもうすぐだ。おい、どうする。ショットガン貸してくれ、先に行く。いいね、ショットガン。検問所のせいで渋滞したみたいだな。あんでもって身動き取れねえでフリーカーにやられたが。ああ、たくバカどもが、さっさと逃げりゃいいもんよ。考えなしに国の奴らに従ってわざわざ殺されるのを待ってたってわけだ。トンネルの中じゃイチコロだったろうな。そう、ネロっていうさっきの検問所があった場所っていうのが、まあ、ゾンビがうわーって出てきた時に、まあ、言った国の政府がね、まあ、ここはもう危ないですよみたいな感じで私たちが助けますよつって派遣した機関やねんけれども、もう全然そのネロの力じゃもうあのゾンビたちをどうにもできんかったよね。だから混乱の中でなんかネロなんもしてへんかったなみたいな感じでリーコンも怒ってる。この匂い、あ、くせえ。そこだな、ほら行くぞ。いや待て、火炎瓶はどれくらい残ってる。帰りでいい、今はほっといて。いや今片付ける。この野郎、暴れてだけだろ。お出ましだ。このフリーカーっていうのがゾンビやな。出てこいよ。やってやるよ。ディーク、おい、やめろ、ディーク。めっちゃ感情的やな。もう死んでる。ディーコも思うとこがあんのよ、いっぱい。ショットガンが壊れちまう。そうだな。また行くつもりだな。何の話だ。難民キャンプだよ。だからそんなにイラついてんだろ。イラついてねえ。サラが死んだのはおめえのせいじゃねえ。黙れ。あの時一緒にヘリに乗ってたとしても二人とも死んでただけだ。よし、うるさいぞ。これこれはどうやって消すんだ。これかな。耳が痛えんだよ。いや、最初別れた奥さんやね、サラが、まあ、そのゾンビたちの襲撃で、まあ、死んでしまったと、うん、死んでしまったとディーコンは思ってしまってて、まあ、実際状況を考えたらどう考えても死んでるんだよね。横に通路がある。あそこから邪魔な車を押してみろ。やってみるか。ヘッドライトで照らしといてくれ。まあ、状況からしてどう考えても奥さん死んでるから、まあ、その辺の恨みがね、まあ、ディーコン奥さん本当大好きっていう、もう本当にそういう話やね、これはね。こっちか。このボケ。よいしょ。おお、暴力的。金になる。金になるっつって。まあ、その奥さんを救えなかったっていう自分のその不甲斐なさと、その奥さんをなんで救ってくれへんかったんやっていう政府に対しての恨みと、で本当は実は奥さん生きてるんじゃないかっていう希望を胸に生きているのがリーコンです。めっちゃまとめたな。さあ進もう。前へ進むしかない。はあっつって。警報か。あ、また何でしょう。
この警報でゾンビがやってくるからな。出てくるんじゃん。わざとやったわけじゃねえよ。あ、来た来た。オッケー。せー、この音がね、結構ね、ゾンビ出てくるんだよね。まだおる。まだおるっぽいな。レーダーである程度の場所わかるね。くそ、また来るぞ。弾が切れそうだ。よし。だからこうすごいこう感慨深いというか、いろいろね、思わされるゲームなの。また巣がある。よくできてるよこれ。火炎瓶か。火炎瓶は残ってるか。さっき使ったので最後だ。作る材料はあるんだろう。ああ、リーコンイラついてんな。作れっかな。作れない。ビール瓶、布、灯油。ここか。あ、これね。はい、すぐに終わらせる。これでクラフトして、よし、装備して、おい、やるぞ。え、あっち、あそこ、あちょ、ちょ、ちょ、よいしょ。もう横かい。あー、そっち側からも出てくるの。ああ、終わった。ちょっと待て。お前が言ってた北に行くって話だが、お前は一旦ここを離れてリセットした方がいい。じゃあ明日賞金を受け取ったら北に向かうか。おお、いいな、そうしようぜ。まあこの場所はディーコンにとって辛い思い出がありすぎるから、だからブーザーはあの他の場所に行った方がいいんじゃないっつってずっと提案してくれてんの。すごいいい人やんな。まだ暴れてるか。いっぱいおる。くそ、フリーカーまみれだ。狂ってるな。わ、すごいすごい。トム・グイヤ、トム・グイヤ。あ、これすごい今更やけど、すごいグロい描写いっぱいあるんで、苦手な人はごめんなさい。結構あります。結構、てかめっちゃおんな。どうする気だ。嫌な予感しかしねえけどな。お前はただ突っ走って、できるだけ奴らを引きつけてくれ。俺は裏から回り込んで奥にある店まで行く。本気か。部品を探す時間を稼ぐだけでいい。終わったらすぐ逃げる。ついでにフリーカーも殺してな。おめえ自殺願望あんだろ。大丈夫だ今日はな。ほら、来やがれ、クセ野郎ども。まあ結構発想が狂ってるように思われがちやけれども、まあこの世界で生き延びようと思ったら結構やっぱ無茶はしていかなあかんっていう無茶の連続みたいなところあるよね。さあ、ニュートだ。ニュート、あ、ニュートはね、邪魔だ、どっか行け。子供のゾンビやね。そのフリーカーの中でもニュートっていうのがおって、まあいろいろあるよね、名前とかね、ゾンビゲームでもね。そうそう、その中のニュートっていうのがおって、ニュートは屋根の上など高くて攻撃されにくい場所を好む。だから体力が低下した人間は屋根張りを犯す者には攻撃することもある。そう、いや、すごい卑怯な、それでいい、卑怯なタイプね。そこでおとなしくしてろよ。それよりも、せやな、これ、しょ。このステルスキルをやっぱ結構使っていかないと弾とか足りんよね。で、確かこの警察の車には結構弾があるのよね。よいしょ。いや、まだ始まったばっかりですからね、これ。まだ言って、この多分今のこの状況って結構あの、チュートリアルみたいなとこあるから。いや、おるね。あっちがちょっとしんどいね。いっぱいあるね。ほい。暗い。とりあえずあっちまで行かないやん。こうか。今、ガレージに入ろうとしてる。今入った。ポンプがあるはずだ。なら急げよ。さっきあれを見かけた。リッパーどもが立てるあの気味悪いやつだ。ああ、紋章か。ああ、奴らが近くにいるぞ。そのさっき言ったリッパーっていうよくわからん宗教団体みたいな奴らの、まあ、おるかもしれへんっていう印を見つけたってことでね。だから結構近くにおるかもって感じ。くそ、こっからは入れそうもないな。ああ、そうか。屋上から入れるかもしれない。屋上、なるほど。登る場所を探されるな。ここかな。よいしょ。ちょ、ある程度の段差登れるからね。しやるか。めんどくせえ。やるしかねえ。よし。あ、ここやね。この穴から降りようってね。よいしょ。ここに多分部品があるんじゃない。
けどまあ一応ちょっとアイテム持っていこうか。オッケー、これ、あ、いやいやいや、おったな、お前。このボケ。よいしょ。よっしゃ。よっしゃ。近接攻撃もできるわね。で、ゲーム自体は、まあ難易度ノーマルやとしてもそんなに難しいゲームではない。まあそういう感じでもないしね。まあ結構潜入とかは難しい時もあるけど。さあ、こうかな。どっかに燃料ポンプがあるはずだ。いただきます。ブーザー、聞こえるか。ポンプを見つけた。今からそっちに向かう。あ、マジか。あ、やばい、これはピンチ。これはピンチ。弾持っていこう。あれ、なんか見つけてしまった。リッパーだと。ブーザー。おい、ブーザー。ちょっと急がなあかんね。ブーザー。あ、くそ。リッパーだ。めっちゃ聞こえる。あ、近く。あー、これやばい。死者に刻まれしシンボル、迷いし者である証だ。離せ、クソったらが。直接腕焼かれてんの。お前は迷いし者だ。我らが救ってやろう。我を捨てよ。迷いし者に目覚めよ。さあ目覚めよ。これはやばい。お前は迷いし者を清めてやる。導きよ、我を捨てよ、捨てよ。これはきついやろな。いや、ブーザーの目、ブーザーの目、これはやばいよ、これやばいよ。バーナーで直接手焼かれんねんで、やばいで。遮蔽物ね。この裏側か、向きの切り替え、はい、バツで変えるね。上登っちゃった。死者に刻まれしシンボル。あいつらほんま。速攻決めるか。お前はマイ。こっちだ。そのだ。ブーザーから離れろ。バカどもが。ブーザー腕やっ、腕すごくなってる。腕すごくなってる。ブーザー、一人残らずぶっ殺してやる。ああ。ひでえな。くせ。捕まれ。いいって。いや無理だ。ほら立て。クソリッパーがやるぞ。奴らいきなり襲ってきやがった。あーくそ。まずそら興奮するわ、あんなさじゃ。よし。腕が。今は見るな。俺の腕が。いいから。そうだ。今は考えない。早く乗れ。さあ早く逃げんとやばい。ゾンビもおるからな。近くに。こっから俺の運転か。いやいや、大軍来てるよ、大軍来てるよ。でここでそのリッパーっていうやつらに対してのこう敵意というか、もうすっごいこう上がってくるのよね。こっち側の気持ちとしてリッパーこの野郎っていう感じになってくるよね。たくやっと着いたか。もうブーザー目がなんかちょっともう、ああブーザー、ここでちょっと待ってろ。中を確認してくる。せら、なんかおるかもしれないしな。さっさと眠れて。よし、荒らされてないな。まあ、盗むもんもねえしな。ちょっくら、横になるぜ。ありがてえ。俺はバイクとこの手はひどいな。一人で平気か。よし、ネロの検問所に行ってみる。あそこなら包帯や鎮痛剤があるはずだ。俺のバイクに乗ってくるか。いや、歩いていくさ。まだ日が出てるうちにな。おい、必要なら弾持ってけ。ドアの横のトランクに入ってる。こんな時にええよ、そんな。あとショットガンは置いてけ。あ、まあ怖いしな。ああ、ブーザー。ああ、わかった。ほらよ。こいつがないと落ち着かねえんだ。たぶんね、まともな武器はショットガンぐらいしかないけど、まあ、ブーザーが言うんやったらっていう感じやな。ああ。とりあえず、こっから自由って感じやね。ああ。目が大丈夫ほんまに。ひどいよ。いや、てか、手ひどい。マジで、包帯とか巻いた方がいいよ、マジで。それ。死ぬよ、マジで。あの感染症とかあるからね。じゃあちょっとそのネロの検問所行こうか。ちょっとそこでブーザーを直さんと。いや、こっからやったらもうブーザーが何やろ、
まあ、行動できなくなっちゃうから、ここからも主人公が、まあ、自分の目的もちゃんと果たしたいけど、とにかくブーザーを助けないといけないっていう、そういう感じやね。